皆さん、こんにちは。レック専任講師の友嗣です。さて、今回はこちらですね。はい。どこまで知ってる卓研師というタイトルで30分ほどお話をさせていただきたいと思います。さて、今回、卓研師のガイダンスということなんですけれども、まずそもそものお話ですね。卓研師試験。 まあこれからですね皆さん受けようというこの宅研師試験はどういう試験なのかまずここからお話をしていきたいと思います。えー、こちらでですすね、ね、レジュメの方です、ね はい、どこまで知ってる宅検士というですね、タイトルのレジュメのところ、お手元にありましたらあー、お開きくださいませ。もしですね、手元にないというのであればですね、こちら画面の方に映し出しますので、まあ、画面見ながら聞いていただければわかるように話していきたいと思います。さあ、そしてこの試験概要のところですね、試験、どういう試験なんですかというところなんですけれども、まず、はい、宅地建物取引試験、毎年1回、 10月の第3日曜日曜に実施されます、まあ毎年1回10月の第3日曜日って書いてありますけれども皆さんは今これを聞いているということは当然のことながらね今度のこの2019年の試験で合格するということになりますのではいこちらですね下のところですね令和元年はい今年の日程さえ覚えておけば問題ないですよね。 今年は10月20日日曜日です。10月20日日曜日。まあ、まだ予定なので正式決定ではないんですけれども、まあほぼほぼ間違いはないと思います。ですので、10月20日の日曜日に試験があるというふうに思っておいてください。ですので、まあ例えばこれがですね、そうですね、4月の20日に効いたというふうなあ状況であれば、あ半年前ということになりますね。 まあもちろんそれ、えー、もっとどんどん後に聞いた後に聞いたっていう風になっていくと、まあ、それだけちょっと試験までね、えー、日程がうーん迫ってきてるぞということなのでまあ、今これ収録してるのが4月の上旬ぐらいでございますのでまあ、少なくともこれを聞いてるということは半年切ってる段階で聞いてるのかなという状況にはなってくると思いますけれどもまあ えー、早い方であと半年、まあ、もちろんですねこれを聞いてるのが、えー、後になればなるほどそれだけ試験はもう迫っているということになるわけですね。でそれに対して皆さんはこの2019年の試験に合格していただきたいというふうになるわけなんです。でででこのすすね試験なんですけれども まあ、一応ですね300時間程度の勉強時間が必要だというふうに言われておりますまあもちろんこれ平均の時間ですので全員がじゃあ300時間やれば受かるのかっていうとまあそうでもないっていうところはあると思いますけれどももちろんそれ以下でも、えー、受かる方もいらっしゃいますしまあちょっと300時間じゃちょっと厳しいかなっていうねえー、こともあるかもしれないですまあもちろんそれは平均値ということではあるんですけれども300時間とするならばはい半年ありますと。 いう風になると、と日2時時間間の勉強時間を割くことができきれば、時間は確保ででるるという風になるわけですね。はい、ですので1日2時間、まあ、もちろんこれ先ほども言いました通りいつ聞いてるのか分かりませんので試験が迫っているというのであればこの勉強時間が例えば1日3時間とかになってくるかもしれないわけですけれどもね、まあ、何せよそのぐらいの勉強時間でえなんとかえその時間数はクリアできるだろうと。 いうような状況だと思っておいてくださいさあそしてですねこちらこの試験なんですけども毎年約20万人受験します でですねこちらに過去5年間のデータというふうに書いてあるんですけれどもこちらですねまあいろんな資格試験最近ですねうんど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 んこう申し込み者数が減ってるっていう試験が多いんですねでその中でですよこの宅検に関しては毎年コンスタントに申し込み者数増えてるんですねで2018年で言うならばですね、えー、26万5444人のお申し込み者数 はいそして受験者数なんですけれども受験者数まあですのでこちらは申し込みをした数ですねこちらの方は受験者数の方は実際試験会場に来た人の数ということになりますこちらご覧ください、うん、21万3993人はい5万1451人減ってるわけですよねまずこれはなんでなのかっていう話なんですよでこれはなぜかと言いますとこの申し込み ね、えー、卓球試験の申し込みが7月にありますで実際の試験は10月ですねですので8月9月この段階でやっぱり諦めてしまう方ってのは多いんですよねいや勉強してみたんだけどもねなかなかちょっと今年合格するのはきついよな だったらもう試験会場行ってももうどうせ落ちるんだから、もう受けてもしょうがないかな、みたいな感じでやっぱりね、試験会場に行かないという方がですね、やっぱり毎年数万人いらっしゃるわけですね。なので、これ我々よく言うんですけれども、もう最初からね、えー、もう言ってました。今年受かると決めてください。今年受かると決めてください。 もう来年でもいいかなーみたいな感じになってしまうとどん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 やっぱり弱気になっていきますで弱気になってって受かるわけないよなーってなってって試験会場に行かないということも考えられますのでなのでまあ私だけじゃないです我々みんな言います今年受かると決めてください で、今年受かるという気持ちで勉強していかないとなかなかモチベーション続いていきません。なので、最初の段階からね、2019年だけ覚えてればいいですよね、みたいな話をしたわけですよ。ですので、これもう絶対今年受かるんだというこの気持ちをまず最初に固めておいてください。固めましたね。大丈夫ですね。はい。さあ。 それではではすねこの20万人どんな人たちがいるんでしょうかという話なんですけども本当に一言で言うといろんな人がいますまあ具体的にどういう、ね、割合になっているのかとかいうのはちょっと後でお話ししますけれどもとりあえずですねもう本当にいろんな方がいますそれはなぜかと言いますとこちらに書いてあります通り受験資格が特にない誰でも受験可能だということなんですよ。誰でも受験可能なのでまあ、やっぱりいろんな人が受けに来るという試験になってるわけですね。 でこちらに書いてあります通り過去には90歳で合格した方や12歳で合格した方もいらっしゃいますということは、まあ、90歳でも受けけに行けますし12歳ででも受けけに行けます、えー、ですので特にあのこれ受けるのに資格とかはないわけですですので、まあ、これちょっと本当に最初に言っておきますね、えー、私これ卓研なんかちょっと、うんきね、聞いてなんかいい資格らしいよって思ってきたんですけどこれ私でも受けられるんですかねというふうに、えー、思っていらっしゃる方もいらっしゃると思いますのでこれ最初に言っておきますす誰ででも受けられます大丈夫です。 ちなみにですね昨年度ですね昨年度は最年長が80歳で最年少が16歳だったそうです。さあ、この試験、なんでこんなに人数が集まるのかということなんですけれどもまず一つの大きな理由としてはですね受験形式がやっぱり受けやすい形式っいうのがあるんです。それは何かと言いますと全部で50問すべ、えー、ての問題がマークシート形式なんですね。 でこの宅建試験ってやっぱ国家試験なんですけれども国家試験って基本的にマークシートだけってそんなにないんですよ。やっぱりマークシートと例えば記述とかですねマークシートと口述、まあ、面接系の試験とかですねというふうに組み合わせみたいなところが結構多いんですけれども本当にこのマークシートだけというのはやっぱり受けやすいんですよね。 まあなんか記述の試験がありますって言うとなんかちょっと大変そうだなとか面接試験がありますって言ったらえなんかちょっと人前で話すのもんなーみたいな感じでやっぱりそれでね人数が減ってくるっていうのはあると思うんですけれどもそれがないのでままああ受けやすす。いところはありますだからこんだけ人数が集まってるまあもちろんそれだけじゃないですけれどもねあと役立つとかそういうお話は後でしますけれどもまあ受けやすいっていうのはまず一つあります。でですね、こちら。 はいこのデータをもう少し見ていきたいと思いますけども受けやすいんですよ受けやすいんですけども受かりやすいかどうかは話が別になっちゃうんですねはい、まあ、受けに行くっていうのをそのハードルはね、えー、マークシートだけなので下がってはいるんですけどもじゃあ受かりやすい試験かっていうところがありますでこちらご覧ください何点合格なんですかっていうのがですね、まあ、年によって違うんですねこれ。 年によって違うんですけれども合格率の方はだいたい一定しておりますなので毎年15%前後の人に合格証を渡す試験 というふうに押さえておいてくださいなのでその年の問題の難易度だとかまた、あ、あ受験生のね、えー、実力とかそういったものによってやっぱりね、えー、合格点って前後しますなのでその50点中の何点取ればいいですかっていうものに関してはなかなかちょっと答えにくいところがあるんですねで前はまあどんなに高くても36点だったのでまあ36取っとけば基本的には安心なんじゃないのかなっていうふうに前は言えてたんですけどもそれも2000 2018年の段階で37点合格になってしまいましたのでそれもちょっと言い切れなくなってしまいましたですので、まあ、なるべく高めで50点中、まあ、できれば40点前後を目指しておくと問題なくいけるんじゃないかなというふうに思いますはいですので、まあ、こちらにも書いてありますけれどもね少し余裕を持って8割40点を目標にこれからまあ勉強していきましょうと。 いうことになりますでこれですね結構厳しいって言えば厳しいんですよやっぱりこう点数取っていくっていうのがですね1点2点のね、えー、重要性っていうのもあるわけですよ。 ですが、これ10月の20日に試験があって合格発表日が12月4日ですよねでその日までやっぱり受かってるかどうかっていうのは分からないのでまあ結構ね、えー、なんかドキドキしながら過ごすことになるわけですよでそれもやっぱり40点ぐらい取っているとまあ多分大丈夫だろうな、ね、よっぽどのマークミスとかしない限り、まあ多分受かってるだろうなって結構安心しながらね、えー、1ヶ月ちょっと迎えることができるわけですよ。 ただやっぱりね、もうこのボーダーのところにいると、受かってるんだろうか、落ちてるんだろうかって、本当に不安なまま1ヶ月ちょっと過ごすことになりますので、できればやっぱりそういう意味も込めても、40点ね、狙いで頑張っていくといいと思います。さあ、それではですね、次の2ページ目のところに移りたいと思います。試験科目というふうにあります。ね、さあ、50問出てくるんですけども、どんな出題がされるんでしょうかっていう話なんです。はい。 50問中14問が権利関係というものです。民法、釈知釈迦法とかですね、まあ、そういったものです。で20問が宅検業法、そして8問が法令上の制限、そして3問が税価格、それから免除科目5問というふうになっていきます。で横のところにいろいろ書いてあると思います。なんとか法、なんとか法っていろいろ書いてありますよね。そうまず押さえておいていただきたいのは何かというと、この宅検試験って、 広く浅く出てくるというふうに思っておいてください。この宅検試験のポイントは広く浅くです。ですのでまず広いです。もう法律系の科目もあれば、税について聞く場合もあればね、ね、えー、価格のね、えー、お話もありますし、あとはもう土地とか建物とかそういったお話まであるというですね。もう本当に範囲が広いんですね。で範囲が広いですが浅めです。 でどういうことかと言いますと例えば民法でお話をしておきますと民法っていうのはまあ基本的にこの法律系の試験で民法が出題されないものの方が少ないぐらいだとは思うんですけれどもいろんな資格試験で民法出てきます例えば、ねえー、行政書士とか司法書士とか、えー、そういったものを狙うんであっても民法というのは試験範囲になってきますが当然それよりも簡単に作ってあります。 えー、ですのでまあやっぱりねそれはあの行政書士とか小書士の民法の方が難しいです、えー、ですけれども、まあ、民法も範囲ですしこういうのも範囲ということで本当に一つ一つがそんなに深くはないんですけれども本当に広いのであの勉強のポイントとして押さえておいていただきたいのはこの分野を集中して深く勉強するぞってやってると確実に間に合いませんですのででしかもこれねあと半年 未満ですよ、ね、えー、まあどんなに長くても半年じゃないですかこれね4月に収録してるので,で皆さんは2019年に受かるということでございますので,でそうすると短期決戦を余儀なくされるわけですよねで短期決戦をしようとする時にやっぱり一つ一つのものにこれを深くここまでここまでここまでっていうふうに深く深くやっていくと本当に絶対に時間は足りなくなります。でですので このペース配分というものには本当に気をつけておいてください特にこのですね、宅建業法と法令上の制限ここにちゃんと時間を費やせないといけないってことになるわけなんですね。で、まずなぜかと言いますとこれ、あの権利関係14問出てきますって言いますけどもやっぱり権利関係って結構難しめなんですよなので大体まあ10点取ればいい方なんですよかなりいい方です。 えー、場合によっては9点8点でもですね、えー、なんとかね、えー、戦えるという状況になるわけなんですね。えー、それに対して宅建業法20問ありますけどもこれはもう18問ぐらい取っておかないともう戦えないんですよ。みんな取ってくるのでこの宅建業法はみんな高得点を取るのでこれ20点中の18点ぐらい取って初めて戦えるというふうに思っといてください。 でそれからこの法令上の制限のこの8問ここが取れるかどうかっていうのがもう大きな勝負のポイントだと思ってくださいでそれはなぜかと言いますと法令上の制限が実はこの中で一番点数の差がつくんですよで先ほども言いました通り権利関係ってあまりまあねこの14問中12問13問取る人っていうのはなかなかいませんやっぱりもうどんなに取れても10問11問、えー、そのぐらいで、えー、ね大体、えー、決着ついていきます でそれに対して、卓球業法は、もうどんなに苦手っていう人でも17、18点はやっぱりいくと思います。えー、ですので、卓球業法15点っていうふうになってくると結構、本当に厳しい戦いだと思ってください。っていうぐらいに、みんな高得点を取ります。なので、みんな高得点を取るので、高得点取ったから受かるかって言ったらそうでもないんですね。高得点取れなかったら落ちてしまうってだけの話になっちゃうんですよ。みんな高得点なので。高得点を取って初めてスタートラインなんです。 でそれに対してこの法令上の制限もっというの税価格もそうなんですけどもこの法令上の制限、税価格この11問が一番点数の差が開くんですね。どういうことかといいますと合格者はここの法令上の制限、税その他で確実に点数取ってきます。ですが やっぱり不合格になってしまう人ってここでばっさり落とされてる人が多いんですよね。法令上の制限も例えばね3点から4点しか取れてないとか、えー、税価格が全滅してしまったとかですね、えー、そういう形で不合格になってしまうって方が本当に多いです法令上の制限と税価格合格合しててる人は結構取ってます。ですが受からない人は取れてないということは勝負を分けるということですよね。 ですが、まあ、大体どう勉強していても、まあ、権利関係、宅建業法法令上の制限の順番で勉強したり、まあ、場合によっては業法を先にやって業法、権利関係法令上の制限って勉強するので大体法令上の制限って結構最後の方に勉強することが多いんです。 なので例えばこの権利関係や宅建業法でね、時間を使いまくるといやもうちょっと抑えないともうちょっと抑えないとっていうふうにやってるとそう法令上の制限の勉強がほとんどできないまま試験直前っていうことにもなりかねないんですねでそうなってくると法令上の制限で点取れるわけがないってことになってしまいますよねそう考えるとやっぱり合格できないというふうになるわけなんですよ なので、先ほども言いました通り、広く浅くっていうところは、ちゃんと念頭に置いといてほしいんです。これ、宅研試験の勉強する上で、ぜひもので必要な考え方です。もう、広く浅く。ですので、まず、ちゃんと全範囲を終わらせるっていうですね、えー、ここをまず1つ目の目標にしていただかないとなかなか厳しいかなということになります。さあ、そしてですね、宅研士になるにはというふうにあります。で、こちらなんですけども、はい。 えー、宅検師になるにはどうすればいいんですか試験に受かればいいんじゃないんですかはいそうなんですけども実は宅検師試験に合格したらすぐに宅検師ってわけじゃないんですね、えー、実はその後ステップがあるんですよ宅建まず合格しないとまずいです宅検師試験に合格をしますで合格をすると次に登録というものをしますで登録というものをすると ねえーまあね、名簿とかにですね、えー、この人は、えー、宅建師としての登録をしますみたいな感じの、えー、登録簿みたいなものにですね名前が記載されるでじゃあそれで宅建師になれるかっつったらまだなんですまだなんですで登録が終わるとですね今度は宅建師証の交付というものをしますでこの宅建師証の交付ここまで終わって初めて宅建師なんですねここまで来て初めて宅建師なんです ということは、宅研試験に合格した段階で宅研師を名乗ってはいけないですし、ね、この登録が終わったっていう段階でもまだ宅研師を名乗ってはいけないわけです。宅研師というふうに名乗っていいのはこの卓研賞の交付を受けたときなんですねえ。ですので、まず皆さんはこの第一段階として試験に合格をしていくということが大事になっていきます。でそして、えー、その後登録をします。そしてその後宅卓研賞の交付をします。というこの順序になっていくんですね。でですねこれ この順序、じゃあどうやって宅研士になるんですかこういったものを学んでいくのもこちら宅建業法ののの勉強のうちの一つなんですね。で実はこれも宅建師試験にそのまま出るんですよ。でしかもですね結構ここの項目細かく出るんですよ例えばこの宅研士試験なんですけども、ね、万が一例えば不正受験をしてしまいましたと、ねえー、カンニングとかですかね、えー、不正受験をしましたって言ったら3年以内の期間を定めて受験禁止。 ね、3年間あなたは受験しちゃいけませんよとかですね、まあ、そうやって、えーね、受験禁止の処分を食らってしまうわけですね。で実はこれこの宅研業法20問の中にですねこういう問題出てくるんですね例えば問題です、はいえー、宅研志試験に対して不正受験をした者は、ね、5年以内の期間を定めて受験を禁止される丸かバツか、ね、答えはバツです5年じゃなくて3年ですとかですね。 例えば、ね、宅検試験に不正受験をした者は、ね、2年以内の期間を定めて受験を禁止される悪くばすか罰か答えは罰です、そう2年じゃないです、3年です、じゃあこの3っていう数字覚えとかないといけないですよね。 ってていいいううう風なととこころろままでででで出出題されるるんんすすね業法そ細かくよ例えばこの宅研試験に合格したあとで、えー、例えばですね2年以上の実務経験があればそのまま登録できるんですけども2年以上の実務経験がない場合ですね、えー、2年間ねその業界で働いてるという実績がない場合は国土交通大臣の登録を受けた講習、まあ、これは登録実務講習という風に言うんですけどもこの登録実務講習というものを受けてそれで終了しないと登録を受けられ なので2年以上の実務経験があればそのまま登録できるんですけどももし2年以上の実務経験がないと国土交通大臣の登録を受けた講習、ね、登録実務講習というふうに言うんですけれども、はい、この講習を受けなければいけませんというこれも試験問題になるんですね。 どんな問題かというとですね宅研試験に合格した後登録を受けるためには2年以上の実務経験もしくは都道府県知事の登録を受けた講習を受講しなければならない丸か罰かって言われたら答えはツですよね。そう都道府県知事じゃないんでですす国土交通大臣ですとかですねもう本当にここら辺細かい内容まで出てくるんですよ。ででこういいった細かい内容まで 今の実際の試験問題ですよ本当に、えー、今のの実際の試験問題でそのレベルの試験問題が出てくるわけですよ。そのレベルの試験問題が出てくるのがこの卓研業法、細かいですよね。で、しかもこれが20問出てくるんですよ、プラスそれはみんな取れるんですね。 なのでまずこの「宅賢業法で高得点を取る」っていうところは是非ものですだから何がどう出てくるのかっていうところだからこれだけ見てて例えばですねね合格しただけじゃダメなんだ登録受ければいいんだそれから「宅賢証なんだ「合格登録達賢症合格登録宅賢証よし OK」っていうふうになると先ほど言った問題には一切対応できませんよねなので何をどう覚えればいいのか そういうところまでしっかり押さえておいていただきたいんですよ。そのためにはやっぱりちゃんと過去問も見ておくっていうことが大事になります。 ね過去問を見てあじゃあこの三年という数字これは覚えておいた方がいいなとかですね、えー、あここ国土交通大臣都道府県知事っていうふうに引っ掛けてくるのかとかですねそういったところを、えー、しっかりやっておくべきなんですよね過去問見てもいいですしまあもちろんね、えー、これからまあ我々の講義とかをですね、えー、受講してくださるというのであればそれははいじゃここの三年ってところは重要ですよとかですねこれ国土交通大臣都道府県知事とちょっとね、えー、入れ替えて問題作ることあるから気をつけてくださいねとかですねまあそういうふうに我々は言いますし。 はいえー、ですので独学だったら独学でこれをちゃんと過去問の中であこういうふうに引っ掛けてくるのかじゃあここを覚えなきゃなっていうふうに、えー、やっていく必要があるわけなんですよ。だからそこまでして初めて点数になっていくっていうことなんです。 なので例えばそのまあ、よくね講義を受けるべきか独学をするべきかってよく言われるんですけども例えば独、うん、学をするってなるとそれを調べるっていう時間を確保しておかなければいけないわけですよね、えー、でも講義だったらあこここういう出方するから押さえておいてくださいねっていう風にこっちがパッと言えるわけじゃないですかなのでその時間短縮ができるっていうところはでかいですよねだから先ほどあの300時間まあ、これあくまで平均値なんですけどねっていう風に言ったと思うんですけどその あくまで平均値っていうふうに言ったのは何でかっていうとその情報を例えば自分で全部入手しようとすると時間はかかってきますしそれを我々からポンと聞いたっていうふうになってくるとその分の時間って短縮されますよねなのでそれもだから含めた上での平均300時間っていうそういうお話なんですよ。 だから例えばこれを全部自分で調べるってなるとやっぱり300ではちょっと足りないかなってなりますし例えばこういう講義とかをポンポンポンと聞いていくんだったら、まあ、300よりちょっと少なくてもなんとかなるんじゃないのかなっていう、まあ、そういう違いはやっぱり出てくるわけですよだからそういう意味での平均300時間というふうな認識を持っておいてください。はい、あとですね宅研師になるとこういうことができますよというふうにあります。 え重要事項の説明とかですね重要事項説明書名の記名押印37条書名の記名押印えこういったあ仕事がありますとでこれまあ詳しくは触れませんけれどもこの宅建業をやる上ではもう必要なえねステップなんですよこれ。 重要事項の説明ってやっぱり土地や建物を売ったり貸したりするときには絶対しなければいけないことで絶対しなければいけない業者はこれをやらなければいけないっていう義務があるんですけどじゃあね誰が説明してもいいんですかって言ったらそうもいかないわけですね。えー、宅建主が説明しなければいけませんよっていう義務があるわけです。ということは会社の中にちゃんと宅建士がいないとまずいってことになりますよね。なのでそうはい次のページ行きましょう。はい 宅建資試験を生かすというふうに書いてあります。どういう人が宅建資試験受けるんですかって言ったらやっぱりまず不動産業が一番多い。先ほども言った通りその重要事項説明とか三十七条書面とかそういったものをですねちゃんとね、えー、やらなければいけないわけですよね。でそのやるための宅建士がやっぱり業者には必要なんです。でやるための人が必要なんです。じゃあ一人いればいいんですかって言うとそうもいかなくてですね実はこの宅建業をやろうとして いるためには5人に1人の割合で宅検師が必要なんですね。ということは最低5人に1人ということは例えば、えー、社員が10人いたとするならばそのうちの2人は宅検師じゃないといけないってことになるわけですよね。なのでそうまあ、できればみんな宅検師になってくれればありがたいということになるわけですよ。ね。えー、ですので不動産業だともう宅検は取れというふうに言われているのでやっぱり やっぱりこの受験会場に現れる方はやっぱり不動産業が一番多いです。それはまあそうなんですけども、例えば他にもですね、結構この9%台でーいらっしゃるのがですね、金融関係と建設関係ですね。まあいわゆる金融業、建設業、これも土地、建物と密接に関わってきます。 まずその金融関係銀行とかになってくると融資とかをしますよねで融資とかするのにこの人に融資して大丈夫なのかどうかなって言ったらやっぱり土地や建物の知識って必要になりますよねえー、知識がないとやっぱりその人にねこの物件のために、ね、お金を貸しても大丈夫なのかっていうそういう判断ができない可能性がありますなのでやっぱり金融関係でも取ることは奨励されておりますで建設関係、まあ、建てる、ね、建物を建てるやっぱり建てたら自分たちで売りたいって思うでしょうから、えー そういうところで、まあ、建設業と宅建業を、えー、一緒にやろうとしている会社も結構多いです。で、あと多いのがやっぱり学生さんですね。はい、えー、学生さん11%え登壇になっております。けれどもまあ、大学生、まず就職活動で有利になります。で、これはどういうことですか？って言います。と、まあやっぱりそのねエントリーシートとか、えー、就活の時にやると思います。けれども、その時にね。例えばね、資格をね取るのに勉強しました。という風になると、やっぱアピールポイントになります。 でこの学生さんでやっぱり一番こう資格として取っていくのが宅検ですね、はいまあ、これは多いですね、まあ、宅研以外だったら、やっぱ簿記と統一クはもうちょっとね、えー、除きますけれども、簿記と統一クはもうほぼほぼみんな取るようなイメージがありますけれども、まあ、それを除くと、やっぱり卓研が多いっていうのはあります。 でそれはなぜかと言いますとまず、まあ、ちょうどいい難易度ってのはありますよね先ほど言いましたよ15%の合格率っていうのはやっぱりいいですよね、えー。なんでですかって言ったら国家試験にしては合格率高めなんですよ15%って。 えー、やっぱり国家試験だともう一桁台の国家試験とかも結構多いですからねでそうするとやっぱりね、えー、なかなか取るのは難しいとでも逆に言えばやっぱりまあね例えば 60%70% の合格率っていうふうになったらまあ結構な人数受かってるからそんなに努力しなくても取れたんじゃないのっていうような、まあ、イメージ持たれる可能性があるというふうに考えるとこ15%ってそういう意味ではやっぱりいいんですよ。 えー、ですのでそこでやっぱり受ける人が多いってのとあとは先ほどのあの試験範囲の話ですよねその資格が欲しいんだけど自分がどの勉強が一番興味を持てるのかもわからないっていう風になってくると先ほどのページ戻りますけれどもこんだけ広いんですよ範囲が。 なので例えばここの分野は楽しいなでもここはあんまり面白くないなってなってくると例えばこれで勉強していていや民法がやっぱ面白いなやっぱり税価格よりも民法だなっていう風になったら例えば卓球受かった後でじゃあ次の資格にステップアップするかっていった時に民法を、ねえー、中心とするような、えー、試験の方に行くっていうですね、えー、例えば行政書士司法書士の方に進んでいくとかですねそんな感じであのステップアップに使えるっていうのはあるんですよ。 なので、まあ、結構、その何の資格を受けたらいいか困ったら、宅見がいいですよっていうふうにあのアドバイスをする例えば就職家の方とかも結構いらっしゃいますなので、まあ、それで結構ですねこのパーセンテージになっているところはありますなので、まあやっぱり資格を受けようね資格を受けたら有利っていうのはなんとなくわかるでも、なんか何の資格が自分に向いてるのかもわからないじゃあ、宅見だっていうですね、まあ、そういうところは多いのでそれで結構受ける方も多いです。 まあですので、いろんな人がですね、いろんなところで生かすこともできますですので、例えば不動産業で生かすっていうのももちろんですし、例えば金融関係や建設関係に行くっていうのも、やっぱりもう、たっけんを取れっていうふうに社員に言っているということはイコールその、その会社に入る前にその資格を持ってると、やっぱり就職有利っていうのはありますよね。 そういう意味でなので、えー、就職っていうことを考えた上で有利に運ぶようにっていうところで資格を取るという方もいらっしゃいますはいではですねじゃあどうやって今度は勉強頑張っていきましょうかという話なんですけれどもはい4ページ目のところですねまず先ほども言いました通り今年絶対に合格するというふうに決めてください2019年で決めるんだというふうにしないと本当に直前期 えー、ペースダウンしますですので、まあ、直前期がその伸びる時に失速されるとやっぱり合格にたどり着かないということになってしまいますのでまず今年絶対に合格するというふうに決めてください。でじゃあ勉強するっていった時に気をつけていただきたいのはまず2番目理解と暗記どっちが大事ですかっていうこの質問なんです。 これに対しては本当に答えておきます。どちらも大事です。あの暗記と理解っていうのはもう車の両輪のようなものなんです。だから両方動いてるから車って前に進むんですよね。それと同じように理解の車輪が回っていて暗記の車輪が回っていて両方の車輪が回ってるからね前に進んで実力って伸びていくんですよ。片っぽしか動いてないと空回りしちゃうんですね。 なのでこれはどちらかに偏る勉強というのはまあ避けておいた方がいいですでそれからですね三番目とにかく前へ進さ実は試験で最も不利なのが完璧主義なんですというふうに書いてありますよねなんでかっていうと完璧主義の方っていうのはまあ方っていうのはあって私も実はそうなんですけれどもこれがわからないのに先に行くのは良くないって考えちゃうんですよね そうね曖昧なまま先に進んでも曖昧が増えるだけじゃないかとうう思うかもしれないんですけども先ほども言いました通りそれをやってると試験までに間に合わないということにもなりかねないんです。プラス後ろの分野を理解して初めて前の分野が理解できるという項目もあるんですね。 例えば、先ほどで言う、例えば重要事項の説明とかがね、卓研修はできますよっていうふうに言いました。でその重要事項の説明ができるんだでふーんってまず進んでもらうんですね。で、進むと、その先の単元に、じゃあ重要事項説明って何なのっていうのが、そこで学べるんですよ。なので、その段階で重要事項説明って何だろううーんっていうふうになってしまうと、そこでやっぱ止まっちゃうんですよね。なので、とにかく前へ進む。 とにかく前へ進むこれはもう勉強の鉄則として覚えておいてください特に完璧主義の方はねでここら辺例えばですね皆さんの中でこれからどう勉強していくのかっていった時に、えー、まあねえー、例えばレックの生講座に来ていただけるっていうんであればそれはもう何の問題もないんですよ、えー、毎週講義は進んできますからでもし皆さんが例えば独学を選択しますとか例えば Web や DVD を選択しますっていうふうになってくると自分のペースでできますよね で自分のペースでできるってメリットのように思うかもしれないんですけども実はデメリットだったりすするんですよなぜかというと自分が納得しないと進まないっていうのを許せてしまうってことにもなるからなんです。なので 本当にあの例えば独学を選択なさ,い、ね、なさる方それから WebDVD を選択なさる方は本当にここの部分は気をつけておかないと残り半年ってなった時になかなか厳しい戦いを強いられる可能性がありますですので本当にとにかく前へってのは忘れないようにしておいてくださいさあそしてラストのところでございます宅建師から新たな道とというふうふににありますす試験に合格することで あなたの何かが変わってきますこれは本当に間違いのないことですで、例えばその先ほど就職に有利とかいろいろお話はしましたもちろんそういう実利的なものもあるかもしれないですでもそれだけじゃないんですね実際問題というよりもまあ、もしかしたらね、えー、その宅検試験取ったからじゃあね、えー、就職はすぐに決まるのかって言ったらまあ、そこはもしかしたら厳しいところもあるかもしれないですがこういう意味なんですご覧ください 自分には勉強は向いてないって言ってなかなか最初の一歩を踏み出せない人ってのはいらっしゃいます。でもそういう方が宅見に合格した。ね。その後勉強が楽しくなった。だからこれから他の資格にもチャレンジしますっていうふうにおっしゃってくださる方が毎年たくさんいらっしゃいます。宅見はそういう意味で人生変えられます。よろしいでしょうかそういう意味で。 だからそこから新しい道が始まっていくそういう言い方をすることもできるわけなんですねで皆さん今こうやってガイダンス30分受けましたこの意欲が上がっている今がチャンスですこの意欲だってまたねえ1日経った2日経ったって言ったらまた元に戻ってしまいますもうそうならないためにも今あッケやってみようかなっていう風うに思ったんだったらこの瞬間から動き出してくださいそして 我々にそのお手伝いさせてください。さあ、皆さん合格まで頑張ってね、2019年の卓研試験合格できるように一緒に頑張ってやっていきましょう。それではですね、30分ほどの短い時間ではございましたけれども、ガイダンスの方、これにて終了させていただきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。